今日は体調良かったんで、まあ、やっとボクシングジム体験見学電話して6時半に会長さんに行ったんですけども、今日やっぱり電車に乗れなくて、もう30分ぐらい今その行った時間に遅れていて、また電話しなくちゃいけないんで今から電話 しようと思います。あのさっき電話し、今日見学体験電話するって言ったものなんですけど、あの本当に行きたかったんですけど、自分ちょっと対人恐怖症で、電車乗れなくて、行ける時間がいつになるかわからないので、はい。で、迷惑かけてしまうので、ちょっと今日は行けれないっていうので、ありがとうございます。また、迷惑にならないように、絶対行けるときにまたお電話します。すみません。です。この間も電話して行けなかったものです。はい。すみません。もう本当にすみません。失礼します。めっちゃ優しい。めっちゃ優しい。今なんとか電話できました。もうほんと自分6時半に行くって言っても、もう電車乗れなくて、もう行けんくって、また電車次来たのに乗れんくって、でもどんどん時間過ぎて、もう行くって言った時間が過ぎて、もうまた7時に行きますって言っても、もう絶対乗れるっていう自信もないんで、今日はもう本当に皆さんにも申し訳ないんですけど、今日は見学体験行けれませんでした。あと対策とかいろいろ考えていきます。絶対自分ボクシングやりたいんで、しんどくてもボクシングやりたいんで、もう絶対行こうと思います。ほんとしんどい。多分普通の人やったらもうボクシングジム体験、見学なんてすぐできるだろうし、もうだけどほんと、対人恐怖症で怖くて、結局乗れなかったです。会長の人は、驚いてたより、気にしないでいつでも来れるとき来てねって言ってくださったんで、すごい自分、この間も体調悪くなって行けれないって電話して、今日は行けると思って行ったんですけど、また行けなくて、また電話して、また断りの電話入れて、すごいそのさっき電話するのに怖くて、もう迷惑かけてるんで、もう来られたり、すごいこと言われないから怖かったんですけど、すごいそこの会長さんはいつでも来れるとき来てねって言ったり、まあ、分かってくれて、いつでも待ってますって言ってくれたんで、すごい、安心しました。そこの会長さんにも、また行こう、簡単に行こうとしても行けれなくて電話して、また迷惑かけちゃうんで、もう今度は、もう今夜行ったんで、やっぱ夜は混んでるんで、もう、ジム体験自体6時以降じゃないと、人が全然いないんで、見学とかなかなか難しいみたいで、で、だけど自分、その、6時半としたら、まあ4時半ぐらい、5時とかに出なくちゃいけなくて、ちょうど帰宅時間ですごい人いて電車乗れないんで、普通の人じゃ考えられないんだけど、もう昼間の2時とか3時に、もう6時半からなのに2時とかに、最寄り駅に着いて、もう電車空いとる時なら多分乗れるんで、乗って、で、今日体験できるか聞いて、今日はできないって言われたらもう、ジムの最寄り駅まで電車、乗った意味がなくなるんですけど、でもそうしないと会場の皆さんに迷惑かけてしまうので、もうジムが見学する時間始まる前、もう5時間前ぐらいにもう最寄り駅行って、駅で電話して今日行けますってなったら、そういうネットカフェとかスーパーとかで3時間ぐらい暇つぶして、6時半になったらまた行こうと思います。視聴者の皆様にも、もう随分待たせてしまっていて申し訳ないです。体験見学すらもういつ行けるか自分でも分かんないんで、もういついつまでには行けます、いついつまでにボクシング始めますっていうのは、もう言えません。視聴者様の皆様も待たせてしまうんですが、気長に待っていただけるとすごく幸いです。でいつも励ましのコメントだったり、もう自分のペースでいいですよっていうコメントすごく嬉しいですし、自分も助かってます。ボクシングを楽しみにしてる方、動画投稿待たせてしまうんですが、絶対ボクシングを始めますので、待っててください。以上です。ご視聴ありがとうございました。